っかり高木です。ピカーン。僕、山梨住みます芸人っていうのをやってたんですけども、毎日ね、温泉施設に入ってたんですよ。めちゃくちゃいい温泉があってですね。もうどこ行ってもいい温泉ばかりでですね、泉質もいいんですよね。僕が昔 M スタジオさんとやってた YouTube チャンネル M ピカでですね、27市町村認定ドライブっていうのがあったんですけども、その時に山梨に遊びに来てくれた増本浩二さんっていう芸人の先輩がいらっしゃいまして、そしてせっかくだから一緒に温泉行きましょうって言って、温泉施設行ったんですよ。で、入ろうとしたら、僕がスキンヘッドで、こういう見た目なんで、ボケで、冗談でね、その、増本さんに入る直前に、あ、タトゥーの方入ったらダメだって書いてるな。あ、俺ダメか、つって、ボケてたら、たまたまそこに、お店のおばあちゃんがいて、あ、ごめんなさいね。タトゥーが入ってる方はちょっと申し訳ないですけど。あ、ええ、入ってないです。あ、じゃあ、そこまで言ったら、今回だけ特別、あ、いやいや、入ってないですから。ふにゅー。こいつがオイラの神チェーブ。この中にチャンネル登録するのにひよってるやついる？いねえよな！チャンネル登録すんぞ！ああ！